グーグルディープマインドは新たなコンピューターアルゴリズムを発見する AI アルファディブを開発し実際にデータを並べ替えるソートアルゴリズムでより高速なものを発見したと発表しましたソートアルゴリズムはデータを小さいもの順または大きいもの順に並べ替えるアルゴリズムで毎日世界中で何十億人もの人が使用している基礎アルゴリズムですアルファディブは より高速に正しくデータを並べ替えると勝ちという一種のゲームを繰り返すことで強化学習を進めましたその結果短い数列の並べ替えは最大70% 25万を超える長さの数列の並び替えはおよそ1.7%を高速化したということです例えば3つの要素を並び替える場合従来は3つの要素 ABC を使用していたところ アルファディブは2つの要素 AB だけが必要だということを発見したということですディープマインドはアルファディブはアルゴリズムの改善だけでなく新たな解決策も発見できると述べています研究成果は今日日本時間8日ネイチャーに発表されています